練習してきた。練習このメニューないです。練習一発勝負やな、うん、最近あんまないよ。じゃあ変な、いやありますよ。ある、うん、ありますあります。キチガイみたいなコメントいっぱいありますよ。でもそれに対する古本さんのコメント返しが辛辣すぎるね。え、最近なんか来てた、そんな、うん、やばっ。なんかでも、つば黒かなんか見ましたよ。見たな、つば、最近ね、ちょっと忙しかったからずっとコメント返してなかった。返してなかったもんね、はい、そうやな。で、うん、今回からまたちょっと返し出したんですけど、なんか返してたっけ。なんかあった、なんて言ってきてたの、言ってきてたの、あったの。相変わらず辛辣やな。あ、なんだよな、あの、一ちょこ前の YouTuber ですね、みたいな。そんな書き方して、あ、藤本さんも一丁前の YouTuber になりましたねって言ってたんですよ。いや、っていうのもね、なんかね、他の登山 YouTuber で孝太郎チャンネルっていう YouTuber がおるんですよね。ハイキングと、あとなんか面白い企画というか、登山者のファッションチェックみたいな。あー、なるほど。ちょっと切り口を、ちょっと切り口を変えて、山ばっかりじゃなくて、そう多分もっと一般の人らに寄り添ったというか、見れるように、うん、そうそうそう、はいはいはい、やってて、で、僕もインタビュー受けたんですよ。たまたま？たまたま、その上高地で、今から行こうかって言ってる時に、うん、あの、ケンさんがその YouTuber を知ってて。面識があるってこと？いや、いうチャンネルを、ケンさんが見てて、そのチャンネルを。そう。で、声かけて、ほんで、その人が俺のこと気づいて、うん、あ、藤本さん。向こうは知ってんねんな。向こうは知ってて、で、その、取材、あ、インタビューさせてください。で、多分それを、持ったんですよ、俺が。だから向こうの YouTube、 あー、なるほどな。でも多分それを見て、あ、藤本さんも一発の YouTuber になりましたねって来てたから、その基準ってなんやねんって返したんですよ、俺は。多分それやろ。そう、まあ、ね、あの人の意図としてはそう、まあ多分言い方が悪かったんですね、ただにね、ちょっとね。だからそれに後から、だから返信のコメントで、あの、向こうに乗ったから、うん、ああ、すいませんでしたって言われてる、ね。YouTuber、藤本さんは普段 YouTuber って言ってないのに、うん、YouTuber として紹介されてたから、そういう言い方してしまいましたみたいな、聞いてたけど、うん。別に俺どうでもいいね。あと、あれちゃうの？しずほ。おもちゃ。しずほというおもちゃ僕も欲しいです。どこに？ああ、いや、それでも僕、あの、返してるのは見てないですわ。どこに売ってるんでしょう？あ、そんなん買ってきた。買いました、買いました。なんて返したんですか？どこにも売ってへんわ、ボケって返した。親しみを感じるを超えて。いや、そう、多分そうなんですよ。だから。うん。だから向こうは、僕のことを知ってるつもりなんでしょうね。あの、しずほがね、おしゃれとじゃない、まゆみわかります？むっちゃうるさい。わかる。まゆみ、そう、まゆみと、ゆかちゃんと、しずほと、あとあの、ゆうこって多分。あれやろ？女の。あの、今回の温泉行ってたやつや。あ、そう。あの温泉。シスターズやろ、うん、そうそう。マヤシスターズで温泉行って、まゆみの投稿に、うん、そのマヤシスターズの、うんうん、あの、インスタで、みんなでこう、ちょっと喋ってるシーンの動画がアップポストされたんですよね。うんうん、よう見る顔というか、俺んとこによう書き込みしてるおっさんで、うんうんうん、なんか、おばちゃんたち楽しそうみたいな書き込みがあったんですよ。それをまゆみ。のところに。ところに書いたよ、うん。で、俺それ見て、こいつなんて失礼なやつなんやろなと思って、で、俺なんて書いたんかな。じじい、失礼やから書き込みすんなって、俺が前見のところに書き込んでる、うん、そのおっさんの返信に俺が、じじい、お前失礼やからもうそんな書き込みすんなって返して、前見は無視してて。ああ、なるほどな、そのコメントに対してな。俺がもうめっちゃ、なんか、周りのこと言われるのが俺一番腹立つんですよ。自分のはね、もう慣れてるんですよ。言うたら外野がな、そう、見たことも知らん人がな、そう。自分の仲間に対してのコメントに俺やたら反応してしまって、前見は無視してんのに俺が書き込んで、いや、でもそれは失礼でしょ。そうや、女の人な、女の人、いや、ま、俺らね、ババアババア言うてるけど、別に言うたって若いやんか、うん、でね、本、まあ、知ってるゆかちゃんにババアとか言うけど、うん、知らん人に向かってババアなんて言わへんじゃないですか、ね、そのじじいは多分前見たちのことを知ってるつもりなんでしょうね。自分はいつも見てるから、でも前見からしたらお前誰やねんっていう話なんですよ。どこの誰かもわからんじじいにおばちゃんたちとかって言われて、言われたらめっちゃ気分悪いなと思って、俺がじじいに書き込むなってそれに対しては何も言えない。ほんなら、いや、ほんなら、まゆみが、しゃあない、あの、
しゃあない、かまってちゃんやからほっといてあげてみたいな。で、次の日見たらもうその書き込み消えてた。消えてた。それ失礼じゃない。でも失礼、失礼、失礼やろ、ほんまに。まず言わん、女性のグループにな。そう、女性のグループにそんな言うなよ。楽しそうなのをあげてるところで、俺がゆかちゃんにババアって言ってもいいけど、お前はあかんやろって、うん、しだ知らんやん、初対面で言うんかって言わないと、ね、そう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 。自分はもう完全にな、グループの仲間内の感じなんだ。そうなんでしょうね、ほんま失礼なやつ多い。でも意外とあの俺のその辛辣なコメント楽しみにしてる人がいっぱいおんねん。なるほど。まあでも普段のこの動画内で見せてるそのまんまのキャラクターがそこに、そう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 、あ、新たに出てくるわけやから、来た来たってなもんやろ。そう、あ、藤本さん怒ってはるわみたいな。それ見てみんな笑ってるわけやな。そうやな、だ別に怒ってるわけじゃなくてそのまんまやねんけどな俺。普通というか、あの文章化したらね、そうそう、文章にしたらすごいそういうトゲがある風に見えるかもしれんけど、うん、そのまんま思ったことを返してるだけやから。豆腐お前さ、入れ最初に入れなあかんや。じゃあかん、お前このままなんだよ、崩れるやんけ。ちゃんと切った、お前。切れてえやんけ、ちゃんと。いただきます。大人も男なんだな、はい、うまい。豆腐どこまで粉々になるか、いただきます。はい、もうマイク置いておいて。うまうまい。なんかおもろい話してやん。最近俺とマイケルももうだいぶ一緒におるからな、うん、そろそろあれやな、でもネタがな、うん、大阪って女の子可愛くないですか。え、それはな、人数多いから。そう、人数多いから。お前のいっぱいおんねん、お前田舎やろ住んでるとこ、うんうん、いや今日だって待っとう時の段階で結構5人ぐらいは可愛い子いましたよ。5人ぐらい、そりゃだって大阪駅やろ、うん、そりゃおるやろお前。いっぱいおるもん、それはお前可愛い子いっぱいおりますわ。その絶対数がちゃうねんから。お前の町の人口の1000倍ぐらいあるやん。最近よく考えるんですけど、この前前島さんがこうポロッと言ってたけど、うん、あの1週間ぐらい付き合った女の子で、うんうんうん、それ付き合ったうちに入らへんな、ああ言ってたな、うん、で今どないしてんのと、うん、まあ今も別に普通にやってますよ、うん、何もなしになって、うん、もうやってますよって言った時にカットの寸前に、うんうん、前島さんがそれもう一回あんなって言ったんです。あ、そんなん言ってた。言ってた。覚えてないわ。なんかありそうなんですよ、ほんまに。お、次だね。あ、そうか。だって会社一緒やもんな。そう、一緒で。でも辞めたって感じだから。で、だって向こうも嫌いなわけじゃない。うん。なんか話した時にまた飲みに行こなみたいなことポロッと言ってたとか、うん、とかですよ、うん。その付き合ってた頃に、うん、まあ、ほんまちょっとやけど呼んでた名前を、うん、それ言ってたね。こないだ。そう、この間穂高の時に言ってたんだ、それ。あ、言ったかな。前も言ったちゃうかったっけ。じゃあ穂高の時やわ、多分。言った、うん、言ったやった。あの、名前で、え、お前名前何やった。え、うん、みんなの前で言う、あれちゃうの。たまにそうやって。撮ってる撮ってる。なかなかおもろかった。もう、マイケルって、あ、鈴木優や。鈴木優や。優くんか。いや、ね、優か。いつも優、そう、優やで呼ばれとるけど、その時はゆうやって、その呼び方をしてきたから、してくる、発情してんねんなっていう。それはもうめっちゃアピールやん。そう、いやだからもう完全に来るやんと。発情しとるんすわ。ええやん。メスが。ええ、わか素晴らしい。そう、だからその子を、うん、とどうするべきかっていうのを最近よく考える。うん、どうするべきかって。その、いやまあだからちょっと待って、その女の子って一、あれか。一回だけやって終わった子か。そう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 。お前ちょっと待って。この間もそんな話してたやん。うん、やるだのやらんだの、うんうん。それ親と一緒に見てんの。こいつアホやな、ほんま。でもな、お父さんもお母さんもそれ楽しく見てんの。すげえ。いや、あの、母親は、うん、いや、父親の方がちょっとあれなんですよ。そう、まあ、あんまり積極的じゃないというか、うん、そういうのに関してはちょっとグレーゾーンというか。うん、え、お父ちゃんの方が。そう。お母ちゃんの方はもう、うん、あ、すげえな、それええな。逆に性別がちゃう方があれなのか。いや、ふんで普通息子の方もさ、そんな自分のさ、性体験の話を親になんてあんませえへんやん。見せへんな、そんな。もし逆のパターンでな、めっちゃ笑ってた。当時なかったけど。じゃあお前はそれを聞かれて恥ずかしくないの、親に。恥ずかしかったけど、うん、でもなんかそんなもんかな、うん、そんなに。まあええか、それは、うん、ごめん、話の腰折ってしまって、うん、それはなんで別れてんやった、その1週間の子は。ね、セックス合わんかったんか。いや、それもあるんですけど、実際はいろいろちょっと思うところがあったんですよ。お、性格的な。ああ、
え、でも可愛いんやろ。まあ、え、巨乳のブサイクって言ってなかった？巨乳のブサイクは、あ、別、それは別か。あれ別。あれ別。能面ね。ブサイクあったの？能面、能面言うの。能面ね。うん。で、その子は、いや、ほんま、まあ、綺麗、綺麗な方かな。だから、顔としてタイプかといえば、タイプじゃないどうかなっていう感じは。可愛いのがいいもんな。あ、そう、あるけど、うん、でも性格も合うし、うん、いいんやけど、うん、まあ、ちょっと思うところあったりとか、いろいろで、うん、やめとったんやけど、性格合うし。で、性格合うけど思うとこあってやめてるって、それは性格合うって言わへん。言わんやん。思うとこあってて何なんそれ。何が嫌やねん。何が引っかかんねん。別に結婚するわけちゃうか思わんでもええ。なんか真剣な。なんかね、いや、性格というかその、めっちゃこう、家庭に守られてるんですよ。お前も守られてるやん。いや、守られてるやん。めっちゃ守られてる感じするけどな、俺だからしたら。いや、でもこんなんあるじゃないですか。これ、あかんから。どういうこと？その子に対しては。その子は、うん、門限決まってるとか。あ、何歳だ？でも27、8ちゃうかな。あ、一人っ子？27、8？ 7、8って30前ってこと？そうそうそう。それで門限とかあんの？そう。やし。シンデレラ？なんかその、それが、いや、ホテルにすら行くのを、なんかこう、なんていうのかな、中学生時代の頃を褒め出すぐらいの、身構えてる。一回帰って、っ待っとくから、こっそって出てきてや、っていう感じ。お前、俺なんてさ、13歳の時にさ、うん、塾行く月謝握りしめて、女とチャリンコ2ケツでホテル行ったで。13歳。すごいな。13歳で、え、終わったんすか童貞。うん、そうやで。塾の月謝を、それ何？中学校1年生。ちょっと待って、ちょっと待って、塾の月謝を塾の月謝。とんでもないこと言ってんの。塾行かされてたんですよ、俺。相手も同い年。同級生。すごいな。塾の月謝をラブホテルに使ったっていうな。で、それ童貞卒業。でもバレるでしょ。そうです。その塾の月謝の時はちゃいますよ。もう童貞卒業した後の話ですよ。どっちにしてもすごい。え、バレんかったんですか？ごめん、俺の話しちゃうかったな。お前の話やんけ。え？ 30 歳のシンデレラ。それきついな。30になってるで、うん。そうそうそう。それきついな。で、それやったら、うん、大阪行った人口も増えるわけで、うん、いろんな人がおるから、まあ、そう選べるわ。やっぱそっちかなっていう。お前23歳で。難しく考え、そうやね。そいつしかおらんわけじゃないやん。そう。なんぼでも。なんぼでもおる、うん。しかも、この顔やしな、うん。むしろお前3人ぐらい同時に付き合えよぐらいのさ。いや、まあそれは言い過ぎやとしても、うんうんうん、言い過ぎやとしても、それぐらいでもええと思うで、俺は。まあ、クソやなって、またこれ見たら俺クソやなって思われるかもしれんけど。うん、お前意外とさ、こいつむっちゃ生真面目ですよ、ね。生真面目で奥手なんですよ。女性の味方っぽいな。生真面目で奥手って。そんなほんま俺お前、前も言ったけど、お前ぐらいの年にやったらもうやることしか考えてなかったからさ。もったいないな。チンチンに脳ついとったんだよね。そう。いろんな女を知っちゃった。だからその子はその子でまあキープしといたらいい。大丈夫か。確かにそうやねんで。確かにそうやねんけど。俺もここまで出かけてないけど、一応止めてたんですよね。真島さん。カメラの都合上ね。でもまあ、そうですよね。結果的にはそうやな。そうやろ。うん。でもそうやで、マイキー。それが普通の男の行動やで。ああ、そうなんかな。その子が、だから別にさ、自分からグイグイ行かんでもさ、向こうが来てくれねえやったら、ねえ、うん、それでええんちゃう。車の拒まんし。うん。そっか。サンコサンコス。え、でも、結局は、できへんわけじゃないですか。でけへん？門限があるから。そう。なんでやねん、別に、門限前に、ラブホテル行ったらええやんか。昼間に、うん、なんで昼間にってなんで行かへんの昼間に。いや、行かへん。そんなん関係ない。24時間全然関係ない。時間とか関係あるの？うん。関係ある？いや、セックスって夜するもんなん？いや、なんかね、なんだろう。夜の方が燃えんの？うん。絶対昼間の方がいいのは分かってる。いや、別にそれもないですよね、別に。いや、夜ね、うん、夜だから眠くなるから。いや、知らんわ。それは知らんわ。ほんなら昼でええやん。ほんなら昼でええねんけ。うん。むしろ。何が今。でも相手の気持ち考えたら、なんかその昼間からってなったらあれやから。じゃあ、相手でも門限やねんって昼の方がいいやん。しゃあないやん。そっかそっかそっか。うん。
10時でもいいや。じゃあ別にな、な、やりたいからホテル行きます。何も悪いことじゃないで。なの、その、お前流れでしかできへんってことやろ要は。うん。セックスしたいからセックスしましょうって言われへんってことやろ要は。ね。いや、そう言えよ。何も悪いことちゃうよ。前の婚約者の人はおった。言ってた。言ってた。うん。それと一緒やんけ。一緒か。うん。それであかんって言うのやったら別にそれでええやん。うん。うん。いや、そら、あれやで、それだけって思われたらさ、そらもう、あ、この人、体目当てやないやって思われるからさ、そこはうまいことするしかないやんけ、そんなん。うまいこと。いやいや、でもまあそういうことやん。だって、性格に、あ、性格は合ってんのか。じゃ、ちゃうねん。結局な、お前が好きかどうかだけやねん。ね、その人のことを、うん、そういう障害がなん障害なんていろいろあるやんか、うんうん、親がきついだとか、うん、もしかしたらちょっとここの部分は嫌やけど、うん、あとは好きとかさ、うんうん、その人によって障害なんて全然違うやん。でもそれを飛び越えてでもお前がその女を好きかどうかもうただそれだけやん。好きじゃない。それじゃあじゃあないやん、うん、じゃあないやん。結局はもうそういうことや。真面目な話をするとな、うん、なんもこれでもう話解決ですよ。終わってもたやん。もう終わったで。万事解決やな。うん。それで別に誘ってくんねやったらしたらええんじゃないの。あ、でもセックスも良くないって言ってたな。ん？セックスもそんな会えへん。でもね、一つ試したいことがあるんですよ。うん。お試して。へこちくなんですよ。え？乳首へこんでるんですよ。その子。おるな、たまに。うん。ほうほうほう。どうやったら立たせれるかなっていう。わからん。でもそれはな、身体的な特徴やからな、うん、どうしてもないんちゃう。いや、冒険心がね、そこで。え、違う、でもセックスしてんだよ、おじいさん。してるしてる。そん時はだからもう立たんかった。結局へこちく。へこちく、へこちく。そんなん俺初めて聞きましたわ。そんな言い方あんねん。あら、あんのへこちく。へこんだスタンダードなの、うん、いや、もう聞いてみて。視聴者に。初めて聞いたで、俺。へこちくなんて。一回、一人おった。いや、そんなんは、まあ、おるやん、別に。へこちくって、その言い方。そんな通称があんねや。それ初めて聞いた。へこちく通じんかったか。へこちくって、いや、聞いてよく考えたら分かったけどな。それを、立たすのを試してみたいっていうのは、もう全然、理解はできへんけどな。できへんねや。できへん。別にどうでもええやんけ、そんな。じゃあ、それは、なんやろ、理科の実験みたいな。書いてな。そう。なんか、ちょっとやらしいでしょ、それ。どうでもええ。いや、ほんまどうでもええ。なんか、そのためだけにお前、やるって、もう最低気持ちよかったらええんちゃうの。そう、結局そうじゃないですか。お互いにな。お互いに気持ちよかったらそれでええ。そんなの試したいってさ、それもうちょっとお前、なんか、一歩間違ったらもう、異常なその。失礼やね。もちろん、いや、失礼は失礼なんですけど、なんやろな、特殊なお前、フェチやで、それは。特殊性フェチや。最初それで、ちょっと泣いたんですよ。ああ。あ、へこちくやって、うん。それはな、やっぱ女の体、そんな見てないからさ、もういろんな人おるからさ。結局はね。まあでもそうでしょ、お前じゃな。最初ね、俺もね、初めて、毛深くないもあるじゃないですか。脱毛してるしてないもん。俺、初めて毛深い子の裸見た時、ちょっと引いたもんな。え、どんなやったんですか？めっちゃ、脱毛してる子としてない子とでも、分かれてくるからさ。え、それ何？もうこの辺に。いや、もうこの辺にも毛あるんですよ。でも、若い時って、脱毛とかせえへんじゃないですか。あんまり若い。うん。だからそこで毛深い子と毛深くない子で分かれるから、自分では分からんわけよ。脱毛とか、今でこそさ、もう。本人も分かってない。そう、本人も多分分かってない。意識ないやろ。うん。でも、こっちは見えるやんか。うん。その時に、うわ、なんでこんな毛深いんやろって思ったことはある。まだ日本人はわしなんちゃうん。らしいですね。ただでももう今、なんか脱毛とか当たり前じゃないですか。うん、だから今の子は多分してるんやろうけど、でもそんなもん慣れやで。うちの嫁なんて脱毛してないねやん。で、毛深いねやん。だから、いつでも、あれフリース着てんのって言うてもそれミートテックじゃなくて、また別のやつやな。フリース。フリースか。モコモコやね。薄いフリース。天然の。着てるんですかって。ダウンというか。奥さんにもそれやんよね。嫁にもそう。いや、もうその方がいいよ。お全然もう、うん。前足も嫁から始まってんの。あ、そうなんや。そう。前足っていうか。あの、イラストええな、あれ。ええでしょ。あれもう、その場で作ったんですよ。あれタトゥーヒールかなんか作った。ええ、あれ合成。
あ、合成か。合成当たり前だ。タトゥー貼ってんのか、ほんまに貼ってんのか思って。何や、合成か。うまいでしょ。それは俺だってプロですもん。いや、全然、でもあのサイズで見てるから分からへんの。そう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 。いや、でも、うまいことだって服のね、あれも。あれない、合成するかってめくってもらった。いや、違うんですよ。あれ、急に送ってきたんですよ、しずほが。あの写真を、あの写真をパッて送ってきて、こんなんしてるやつを、そう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 、俺何も言ってないで、うん、何も言わんと送ってきたのに、いやだ私たち楽しんでますみたいな、だ俺が名付け親じゃないですか、前言うたら、うん、俺があの4人で前足シスターズやって言うてて、うん、その4人が初めて集まったから、うん、だから多分それで送ってきてくれたんですよ、あいつが、うんうんうん、俺に見せるためだけに、うん、それを俺が加工して俺のところに載して全国デビューじゃあ何あれ載せるまであの本人では知らんかった知らんかったあのロゴマークとか、はいはい、あれ送ってきたからあ、うん、これ前足シスターズええ感じの写真しかもみんなもうムキムキもうそうやねみんなこんなんしてるからなみんなムキムキやからこれは美味しいなと思って、ねうん、送ってきた瞬間にすぐ横でロゴを作り出したそうだ、ね、あれてっけえシール作ったんかと思ったかすげえとか思ってそれで30分で作って30分かおこれ反応はどうやった本人だの本人の反応別に特になかったなしか何やそれあれシールっていうかあのロゴがめっちゃええわとムキムキでやでしょでもヒールでそう前足、うん、バッチリやんでしょその辺はその辺はやっぱプロやからな俺プロやねシールってあるだからあいつ悪用やって書いてたよ書いてた書いてた書いてた悪だからそういうことあ俺、うん、送ってきた写真俺が勝手に使ってるからそういうことかそういうことかでもあの女が YouTube やるとすぐやっぱ登録者伸びるんですよね伸びる男よりも男性だから前足シスターズチャンネルをインスタでも一緒に なんか聞いた見た作ってくれたらうまいことこう伸びてこう登録者も増えて商売にならんかなとかあでもそれは手堅いな、うん、ただあいつらあんま花ないでしょそこなゴリゴリのアルパインとかその普通のハイカーたちが行くようなとこ行かへんじゃないですかだから受けへんのですよだからこれあかんなっていうそもそもそのいや温泉旅行の取ってきてもらったよかったいやじゃああれほんまは山行くはずやったよで GoPro 渡すからあれほんまに言うとったところですね取ってきてなって言うてたんよ編集は俺が全部するからってあの西本の時に言ってたうんそうちょうど見たわほんならあの桃尻があんなしょうもないとこで落ちてなほんまね骨折するから流れていくからまあでもまあよかったんちゃいますゆかちゃんも言うたら優子と、優子と、まゆみ初対面やから。ゆかちゃんは、うん、ゆかちゃんは、ね。そうか。優子、ね、まゆみは、ゆかちゃんに会いたかったから、ずっと。うん、今まで見てて、そうみんなの話題にもなってて。だからまあ、いい機会やわ。ゆっくり。ゆっくり温泉行けばよかったんちゃいますうん。上高地で。うん。何してたかよう知らんけど。優子さんが一番たくましかったですね。あ、優子もよかった。あれね。あいつかわいそうなんですよ。位置的にあいつ前なんですよ。それは大きく映るねんな。そう、大きく映るから。スマホで撮るとな、10センチ前ぐらいででっかく映るからな。だからもう、あれ見た瞬間、優子にはもう絶対俺より腕相撲強いやろって言うてた。言うてた。あれでも、顔一番可愛らしくない優子が。あ、可愛らしく映ってる。いや、映ってるって実際可愛いんですよ。可愛いんだ。うん。じゃあ、あの子フィルムカメラ撮ってんねん。そう。俺それも変身しようと思いながらしてない、うん、ゆう子は可愛らしいんですよほんまにしずほきついやろ顔んきつい顔やろどっちかで言えばしずほもな、うん、写真によったらな難しいなでも相手によったら全然おると思うけどなえどういう意味探せばあ、いやそれはおるやろ、うん、ちょっとあいつが可哀想なのはいつもノーメイクでボロボロそれさらされてなさらされてるからしずほちゃん沢の時より可愛いって書き込みやったらそれメイクしてるあそうなん沢行く時はメイクしないじゃないですかしとったって一瞬で落ちるし、うん、あいつ気抜いてる時の顔がもうえげつないからメイクちゃんとしてたらな綺麗な顔やんかまあ言えば、うんうんうん、ちょっと言っとかんとさいつもいじめてるからちょっと言っとかんと、うんでも可愛いとこあると思いますよ絶対うんでそれあいつめっちゃ女らしいやんうんまあちょっと言っとかないつもいじめてるからでもカメラ回ってるから、うんうん、たまには英語と言っとかな、うん、たまには、うん、スイちゃん持ち上げる話か
しずほのいい話。重いから持ち上がれへん。じゃあ星の底じゃないから。でもそういうのしか思い浮かばへんんですよ。もうあかんわ、病気や。あるやろ、お前もっと。藤本病や。じゃあ、あかんかんかん。お前、しずほの後輩やねんからな、お前。もっと後輩らしくせえ。一緒にどこ行った？黒石ぐらい。黒石行ってあいつ落ちたから。そっからもう行けてないじゃないですか。うん、え、それまでは行ってない。ジム一回、うん、あの、参考あるでは行くけど。ほんまは、この上ですよね。上行くんですよね、ずっと。いや、もうでもこの辺で終わってるで。ラグエ山の方に上がる。ああ、そういうことか。下山では最低限、この佐賀の、佐賀のその道は使うから、はいはいはい、まあ見たら、うん、うわ、すごい、こんなところに道があんねんなって思う。なるほどね。小失敗から大成功やね。お小失敗言うてたな。言うてた。さすが3回見てるから、もうほとんど内容覚えてない。気持ちだけでは味変わらへんよ。あれめっちゃ受けてた。鈴木家めっちゃ受けてたから。ああのお父さんとお母さんな、うんうん、父ちゃんお母ちゃんも一緒に見てるってすごいな。すごいっすね。それは嬉しいな。でも前方のやつとかお前一緒に見れる？あれあれ見れんの？一緒にギリいける。ギリいける。何そんなにあれな。いやあの下ネタ下ネタでも性の悩みでしょ。いや確かにこいつの性の悩みなんですよ。だからこれはちょっと真島さんネタバレになるからもうこれ以上言われへんけど見るまで楽しみにしとくわ、うんうん、こんなね下水僕でもね。そうなお前涙な下水のにそんなうるっとくることあんねんな。あるある。あ西穂でもうるっときてんな。そうそう西穂でもね。静穂の、うん、もう朝言ってたな。うん、真島さん見てくれました？西穂見てない見てない。感動のやつやろ。なんで見てくれへんのですか？サワバックサワしか見てへんのでしょ真島さん。しずほ、あの、かわいいマナ弟子のね。感動なやつや。雪山で、ちょっと長いんですけどね。うん。長いな、あれな。あれは、マジャさん見てくれんとダメですよ。しずほのね、悔しさがいっぱい、あそこに出てるから。それ見て、うるっと来てんな。あいつ、恵まれてんな。恵まれてるわ。これ、水入ると思ったら、ゾッとするな。絶対泳がなあかんから。僕はウエットって言ってたから。お前でもウエットまだ多分来たことないわけだから。そうだから死にすぎたでしょ。何を思うよ、こいつなんでこんな余裕かましてんねやろって俺思ってんねや。くっそ寒いで、そんな寒い。まだここまで入ってくるんだよ。まあここまで来たね。ここまで来たらうわーってたまね。まず一旦ここですね、たぶんうわーって。8分、俺ら8分7分8分もう7分とかいけんねお前しばくんわざとか。いや、わざとじゃアホなんですよ。ゆで8や、ゆで8絶対無理や。ゆで8で覚えとけよ、お前ね。あ、流れね。じゃあ、なんでその、うん、見たの。いや、あのなんで見たの。ついにアップされたで。えって言って、こっちから言った。うん、見て。あ、そうか、初めて行った沢登り、うん、で、心配しとったし、うんうんうん、あの頃にね、うん、テレビの大画面でリビングで、ずっと延々このここやろ、まず最初あれ、うん、で、あの、小6の弟おるからお前、耳を塞いどけ。前歩なんて絶対無理やん。ヘルスって何って言ってた。あ、そうか、そんな話してたか。そう、お前前方無理やって。前方結構あるな。いや、前方無理ですよ。だってこいつを専門の風俗に連れて行くとか、そんな、そんな言ってた？言ってた。お前を経験さす？僕結構渋ってたやつやね。渋ってたけど、でもお前が、そのやっぱし、いろいろ知りたいから、藤本さん風俗連れて行ってくださいよ、とか言うて、よし、ほんなら、熟女専門店と、専門店やなって。そんな話をね、親と一緒に見ます普通。見れへんな、うん、普通無理やろ。ちょっと厳しいかもな。ピー入れとくわ。ピー入れても分かるけどな。それでも一回聞いてんやから、もう家族で見た感想をまた聞かせてもらわんとあかんしな、俺もな。そらそうやろ。今回どうやった？受けてた？お母ちゃんの年齢49やからさ、ゆかちゃんとほぼ変わらへんやんか。だからお母ちゃんだ。だから言ってるじゃないです。
でも言うでしょ毎回、あの私はお母ちゃんにいないみたいな。真島さん、いやお母さんいないよ。マイキーのおかん49ぐらいなんですよ。でゆかちゃん47やからほぼ変われへん。お母ちゃんや。そうお母ちゃん。そうお母ちゃんね。のめん言うな。のめんやねんもうあれは。大体お前彼女なんて顔で選ぶもんじゃないねんぞ。分かってるか。それはすごいなと思う。散々ブサイクなんなんだの言うてるけど、うん、最終的にはそこじゃないやん。まあね、続かへんからさ、うんうん、続くんやったら別にさ可愛いに越したことないやろうけどさ、うんうんうん、無理やもん絶対。そうね、経験上、うんうん、そらそうやん。でも結構顔の許容範囲も広い。 広そうやなお前な。前足したらずいや、やめとこ。お前足やめとこ。前足シスターズやったらどの子がいけるかいけへんかって言おうとしたけど、もうそれしかない、ね、言い始めてもすぐにそう思って。あ、やめとこ。誰やったらいける。でもね、や顔でほんま選ぶんやったら、うん、ゆうこさんと。お前ゆうこタイプそうやもんな。可愛らしい感じやろ、うん、でも僕的には一番あの誰だっけ、まゆみさんか。うん、まゆみさんいいなとは思う。あ、そうな。顔的には、ね、うん、まゆみあれ彼氏おらんで。いや、そうやけど。うん、いや、いいさ。なんでやねん、遠慮せんでええやん。ええぞ。すごい。ゆうこはあかん。ゆうこは聞こえないから。あ、そうなんですか。うん、取説言いそうやな、あの人は。え、取扱説明書を言いそう。ゆうこ、いや、まゆみさん。いらんか。そのまんまか。そのまんまや。いや、あいつ静岡やな。顔での話。顔での、うんうんうん、タイプはゆうこやろ、あの可愛らしい感じ。いや、なんやろう、僕って一番はあっちの前見、うん、あ、そう、うん、これ使おう。やめよう、やめよう。なんで文句言ってないんやから。文句言ってないけど恥ずかしい。恥ずかしい、恥ずかしい。人の恥ずかしいのは使いたいやんか。自分の恥ずかしいのは使えへんけど。そうやな、うん、あ、いそれはだって編集者の、まあね、そうや、時間かけてもう必死で編集してるわけやからな、うん、俺、うん、お前一番年上にお前そうそうやらしてさ、あれおかしいなと思って。おかしいぞお前。なんかおかしいなと思って。まあお前こうやって飯全部やってくれてるからさ。うん、まあ飯の。だからおかしいのは結局俺やねんけどな。何もしてなくてさ。確かに喋ってるだけね。いや乾かしてくる。前田さんもう取っていいこれ。もうちょっと本体置いとこう。もうちょっと置いときます。フライはもうビジュアルじゃないじゃない。潜入。あ、おお、あれお前どうやって越えんねん。手がかりありそうな気もするな。あれめっちゃ綺麗やこれ。避難解除。うわ、これ何これ。